いただきまーす。はいはい、そしたら今日はカマスとムツ、黒ムツでアクアパッツァを作っていきます。よーい、カマスって干物でしか食ったことねえような気がするんだよね。干物焼いて食った以外の記憶がない。じゃあなんで今日このカマスを選んできたかというと、スーパーに行ったら売ってたからですね。そんでカマスを見て、そういや食ったことねえなあと思って、じゃあアクアパッツァでもしてみますかと思いから買ってきたのがカマスと隣にあった黒ムツでございますね。そうか、アクアパッツァにするから綿抜くだけでいいんだな。なんだ、そう考えるとなんか悲しいな。アクアパッツァのいいところはもう切り方とかどんな形とか全く気にしなくていいことですよね。うん、ベルギーエシャロットっていうのを初めて使います。ベルギーエシャロットって何ずらと思って調べてみて、ああそういうものかと。うん、これだったらアクアパッツァにぶち込んでも特に具の一つにできるなと思って買ってきたんだけど、紫色なんだ。おー、赤玉ねぎとか紫キャベツとかもそうなんだけど、加熱すると色は褪せちゃうのよね。これどうなのかな。どうやって切ったらいいんだろう。まあいいや、なるようになるさと。ニンニクニクニクニンニクニクニクニンニク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 ニ、よいしょ、アクアパッツァのためだけにオリーブを買ってきちゃいましたよ。どうすんだよ、こんな瓶詰めなんか買ってきてさ、普段食わねえのに。じゃあフライパンとオリーブオイルが温まってきましたので、まずはですね、魚を熱します。フライパンのサイズが合わねえぜい。あ、そうそう、お酒はジャックダニエルのロックに変わっております。ラベルね、レガシーエディション2番目かな。これは普段料理するときもだいたいパンツ一丁か T シャツとパンツ姿なんだけど、これ油が跳ねるとね、熱いんだわ、とっても。
よいしょ。わー、わー、いやー、胡椒は魚の上にするべきだったな。野菜から水は出るけどね、しばらく持ちます。じゃあもう一品やりますか。鶏の肝でございます。ハツがついてるのは嬉しいんだけど、めんどくさいんだよね。